に着きました。サブちゃん今日はちょっとおとなしく頑張れたね。そして本当はまたバスに乗ろうと思ったんですけど、サブの体力が有り余ってるので、またこの間と同じようにバービーと時と同じように歩いていこうと思います。懲りないねママ最高。よいしょ、はい、お疲れ様でした。よいしょ、はいはい、出ていいよ、はい、脱皮脱皮脱皮ディアンス、はい、歩くんだよサブちゃん、はい、伸び伸びして、じゃあこれからお散歩で実家に行きます。おー、ここが母が最後に入院をしていた私立の病院です。懐かしいな。今日はオイルが入ってディアンスよ、白線王子もするディアンス、兄貴はきっと今頃オイラがいなくて寂しくてピー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 泣いてるでやろうな、きっと泣いてるでやんすね。先々週バンビと歩いたこの怪しい坂道、今日はサブロが置いてます。あれこんな急だったっけ、わかった、この間は靴で今日サンダルだからだ、歩きすぎだ。またママはぼやいています。だったら歩かないでバスに乗ればいいのに。そうなんだけどサブちゃんはね、今日は気持ち有り余ってるからね、チョコタにまたガウガウしてもいけないので、存分にお散歩で疲れてから行こうと思います。お、本当膝に来るわ、膝に来る、お母さん、ああ、マスクを取っています。誰も歩いてないからマスクする必要ないよ、もうブーブー来るね、ブーブーいっぱい来るね、うん、白線の上歩いてダメだよ、車来るからね。ここはね車が多いからね、サブちゃん気をつけないと。うん、ベロが出てきたね。この間と道が違ったかな。この間はちらっとしか見えなかったマロンママの中学校、ここです。懐かしいテニスコート。でもマロンママはバレー部です。バレー部はブルマからパンツをはみ出させながらトラックをアザラシで走っていました。アザラシ知ってますか、昔の虐待のようなトレーニング、わあ懐かしいな、ボールの倉庫とか何も変わってないのね、いつものやっと川沿いの道に出たら行く手が真っ暗、これは帰りは雨だね、傘持ってきたよ、走って降りるんですよ。全然ね川に降りる道なんてないの、サバイバーだもんね。だんだん横ベロになってきたディアンスな、もうあとちょっとだよ、頑張って。チャンネル登録よろしくでやんすよ。